ッと音がして、え、なんか切れたみたいな音するんだ、そう感じたんです。はい、じゃあ吉子さんが梅子さんに会います。はい、前々から梅子さんのことは知っていた。そうです、番組は見てます。はい、梅子さんがこのドアの向こうにいます。はい、梅子さん、吉子さんです。お邪魔します。お願いします。どうも初めまして。いいですか、入って。どうぞ。はい。まんまですね。YouTube の。ちょっと最近整形して2日前整形したんです。あ、そうなんですか。なんか YouTube からちょっと変わってます。どこ？目を。目？ほら、わからないもんですね。柴田先生が左側を切らない眼瞼下垂を2日前にしていて。切らない眼瞼下垂ってどうやるんですか？埋没法の派生で下がってる虚筋を持ち上げるっていう風にして目を開けやすくし、もともとくぼみが梅子さん気になってたんでそれやってる。あ、糸リフターは分かんないじゃん。でも糸は結構前からやられてますよね。吉子さんは梅子チャンネルの影響かそういうクリニックに行かれたんですよね。そうなんです全世界をしたで YouTube で結構漁ってたんですよ、そしたらアマソロクリニックが出てきて、で細井先生が出てきてちょっとカウンセリング行ってみようと思って、はい、でそれいろいろ漁ってるうちに梅子さんに到着したんですよ。梅子って何？結構見ました。ありがとうございます。全世界は知ったんですか？これから実は吉子さんが受ける治療と梅子さんが受ける治療がかぶってるものが結構あるかもしれないので、この後柴田先生を交えてちょっと話をしますか。はいはいはい、こんにちは、天秤萩原です。みこです。柴田です。はい、今回は吉子さん、お年齢42歳の方、はい、ご職業何でいらっしゃいますでしょうか？飲食店系です。かっこいい。女性経営者。今回、梅子さん、はい、動画を見てモニターに応募してくださいました。どういう手術をしてこられたか、はい、お知らせください。過去はでも埋没を3回、それだけなんですけど、埋没3回、それだけ結構なもんです。結構だと思います。これは喋っていいですか？喋ってください。最初に20歳の時にやったんですよ、埋没を。元エステティシャンやってたんですけど、顔を洗顔したりとかマッサージしたりっていうのがすごい繰り返す仕事なので、練習台とかにもすごいなると、化粧するとかなるのも大変なんですよ。最初アイプチをずっとやってたんですけど、まぶたがちょっと荒れてきちゃって、でやっぱり周りの人からの「やっちゃった方がいいよ」って言われて、あ、じゃあ埋没やってみようって。でもただ知識は何もないんです、20歳とかだと。で20歳って言っても20年以上前ですね。ネットとかの情報もないし、テレビ CM しかない。当てていいですか？はい、神奈川クリニック。すごい。やばくないですか？業界長いです。29年目ですから。なんでそう思ったんですか？いや、もう当時のテレビ CM っていうかね、先生全国的には神奈川クリニック20年前、22年前、多分2点止めだったと思うんですよ。当時は2点止め10万円ってすごく平均的な価格だと思います。満足できました？その時は満足しましたね。もともと奥二重だったのが、ずっと自分でアイプチをやってて変わっても取れないっていう感動で、ああ、二重を手に入れたって思ったんですけど、その数年後にですね、これ事件が起きまして。なんでしょう？まつげのエクステって流行りだしたんですよ。私もやってみたいと思ってまつげのエクステやりに行きました。そしたら今度、そのグルーテンとかのりつけるのりが肌に合わなくて、ボンってまぶたが腫れたんですよ。それを3回ぐらい続けてやったらきっと音がして、え、なんか切れたみたいな音するんだ、そう感じたんです。プチとは言わないけど、あれってなって、そっからどんどんなんか二重がなくなってきて、こんなことあんのって思って。結構リアルですね。先生、そんなことありますか？あるんでしょうね。すごい腫れちゃったんですよ、やっぱり。その多分圧力で糸が取れたとか、二重止めてる。腫れの圧力で糸が取れる。多分そういうことなんです。20歳にやって何年後ですか？6年後ぐらい。でもそこは保ってたっていうのはいいですね。10万の丸没で2点でね。そうなんです。それはいいと。それじゃ同意求められるけど、私丸没って永久だと思ってるんですけど、なんか6年持てばいいよねみたいな、同意やめてください。緩んできたりとかもあるから。そうなんだ。緩むんですか？いや、もしからくりだしみたいな。いや、そのやる先生によります。27の時になってやり直そうと思って違うところに行きましたさ。15年前なんですね。15年前。割とこれもメジャーなところ、割と広告はすごく出して。じゃあよくそこぐらいやばっ。そう、すごくない？ちょっと俺プレッシャーなんだけど3回受けてるんですよ。嫌だな。やらせですかっていうか、これ一切やらせないです。すごい。いつの間にこんな能力身につけたんですか？マジで。直してもらいました。でもその時も2点だったか3点だったか覚えてないんですけど、まあどっちか。でもちゃんとしっかりやった。2人。今ぐらいで気になるのは金額でございます。金額がその時は安かったんです。その時は10倍しなかった。ほら、良心的。安くて、そこが2点止めだから。ああ、分かんない。下手したら1点止めかもしれないし、下手したら止めてないかもしれないし。まあでもその時満足しました。はいはい。でそこからまあ10年経って38歳、はい3回目。なった。それはきっかけは。もう年齢加齢ですよね。もう本当に皮膚が落ちてくる。カスイクスね。そうそうそう。2回目の時は私友達と一緒に行ったんですよ。同じところで同じ時間にやって満足して同世代なので、10年後また同じ風に年を取って2人してなんかまぶた落ちてきたよね。ってなってで38の時に2人で一緒に行ったんです。はい。湘南病院か。ああ。もう一回。いや、ヒントが欲しい。違うヒント。はい。2回目良かったよね。もう1回じゃあ同じところ。そうです。か。次はそれは悪夢見るぜ。そう。それがやっぱり他の情報っていうのはどうやって調べていったらいいのかわからない。先生で選ぶっていう今だったらわかるんですけど、メジャーな病院でやってもらうっていうのが。安心安全みたいなイメージがすごいやっぱついてるから。一般のイメージそうなんですね。一般のイメージはそうだと思う。だって4年前ですもんね。比較的最近です。比較的最近ということは3回目に何かあったわけですか？そうなんです。2人ともその3回目は同じ先生時間差でやってもらって。で私その時に初めて知ったんですけど、正気麻酔っていうのが出てきたんですよ。過去正気麻酔なんてやったことないし、そんなの必要なのって思って局部麻酔だけで全然今まで耐えてきたのに。数日前に説明なかったんですか？なんかつけますからみたいな。すげえ。プラスで料金はかからない。かかりますよね。なんか選ばせない。4000円ぐらいだった。安わ。それ安い。それ安いな。3点止めだよねって話をしてたんで、8万ぐらいかなって予想してたんですよ。うち2点止めで8万円ですけどね、8万8千円ですけど、はいどうぞ。予想してました。でも実際カウンセリングに行って提示されたのは13万。年としてじゃないですね。今5、60万か7、80万かなって思ってたけど、あ、いかない。10万超えた時点で、あ、ちょっと高くなったなっていうふうには認識は思いますね。ああ、そんなに3回目も非常識な思いはしなかったですね。よかった。うん。なぜ正気麻酔を使ったかはちょっと不思議ですけど。終わるじゃないですか。数日経って2人とも同じ位置になんか青くなっていて。なんかこっち側だけなんか違くないみたいな、こっちだけ腫れてないみたいな。違って。あら、そう、青いのとかは引くし、まあいっかって思っててで過ごしてたんですけど、数年経って友達の方はカバンもちょっとずれてきたし、外側からボコボコは見えるって言ってた。ちょっとこう下のと糸がちょっとこになってるのかな。しかも片側だけそれ腫れてたので、私も同じ片側の方だけが逆に私は今度内側がボコボコになってる。で私コンタクトしてるんでで痛くてそれが引っかかる感じで、で眼科に行ってみてもらったら埋没してるんだったら多分この糸がボコボコってなってますよって言われて、これは全切開だって思って。あ、なるほど。じゃあその糸は今も入ったままである。まだ入ってますというストーリーでございます。はい、今回ご相談に来られた理由なんでしょう。はい、理由はクリニックの方ですでに予約をしてたんですよ。全世界と目頭世界はカウンセリングを受けて予約金もすでに入れた状態まで行ったんです。まあただ金額がそのぐらいするのかっていう金額ではあったんですけど、他のクリニックは行ってなくて、からの今度梅子さんの動画を見ててフェアクリニックっていうのが出てきたじゃないですか。それでクマも気になってたので、クマだけを本当はフェアクリニックさんでお願いしようかなって思って、それだけのまずカウンセリングに来たつもりだったんですけど、もうすでにさんの方も予約の日が決まってて、1ヶ月後決まってて、クマ取りをやるとまとめてやらないと多分3ヶ月以上経たないとできない。もうそれだったらフェアクリニックさんに全部まとめてやってもらった方がいいって思って金額を出してもらったところ、さんの予約金を省いても使いやすかった。ああ、すごい。うちのコンセプトがそうなので、他で1つしか受けれない治療をうちで2つか3つ受けれるようにしましょうって設定なんですけど、やっぱ価格が大事ですかね。大事です、はい、糸を取るのは10万円。ああ、うち糸無料で取っちゃう。この3つのオペ、二重全切開と目頭切開と下まぶたの出し裏側からやって50万ちょっとですね。55万円ぐらいかな、そうですね。3つやったとしたら向こうで93万がうちだと57万ということですね。その差はすごい大きいですね。やっぱり安すぎますかね。若干たまに怖くなりますけど、電車の広告とか出てるじゃないですか、川口駅の。はい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 、あれ安っていう。安いですね。それは安心して来てくれますからね、金額はね。安いだけじゃないのよ。お、ありがとうございます。柴田先生はちょっと手術受けたからすごいそれだけ。柴田先生いいから。おお、よかった。今日急に金もらったんだ。急に普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。